山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。ちょっとですね、ここ最近思いっきりですね風邪をひいてしまいまして、ちょっと数日間アップができなかったんですけども、まあですね、おかげさまですね、バッチリ回復いたしましたので、今日ですねまた YouTube 撮影していきたいと思っております。はい、今日はですね車両の紹介ではなくて、見てください、もう雪がですね酒田全くないんですよ。もうありえないですよね。この1月、2月、そして3月入りましたけども、こんなに雪がないのはですね、ありえないというところで、まあ、我々東北人はですね、寒さにはめっぽう強いので、雪さえなければ乗るっていう感じなんですけども、なので今年はですね、シーズンオフとかシーズンインの感覚があまりこう、ぼやーっとしててよくわからないなっていう感じでして、当店では冬のお扱いサービスっていうのをやってるんですけども、まあ、大体皆さん4月入ってからだんだんで始めて、5月のゴールデンウィークまでにダーッとこう集中的にですね出航っていう感じにさせてもらってるんですけども、今年はなんかこうそれがですねこうモワーっとなってて、もういろんなところにいろんな時期でこう、なので先週ももちろん出してきてご乗車したお客様もいますし、だからそこら辺がですねもうだからシーズンが今年は早いのかなというふうに思っております。はい、でですね、鈴木モータースはおかげさまでですね、冬の間もYouTube を通して関東、関西、九州のお客様ですね、販売させていただきま、四国のお客様を販売させていただきまして、もう逆に言うとですね、雪が降らない地域の方はですね、もう早く乗りたいっていう感じでですね、早く乗車してほしいというふうにこう言っていただいて、でうちもですね頑張らせていただいてて、なので冬の間もですね、まあ、地元のお客様も結構ですね、山形で冬バイクやって何してんのっていうふうに言われるんですけども、山形こそですね乗れるシーズンが短いわけですよ。冬が来て、で春まで乗れないっていう期間があるので、この期間をなるべく思いっきり楽しむために、冬の間にですね、例えばエンジンから売り漏れしてるお客様でしたら、重整備とか冬の間にしたりとか、乗り換え検討してるお客様はですね、冬の間にお下取りに出して、春までにバイクを見つけて、春乗り出すっていうような感じでですね、こうシーズンをなるべくいっぱい楽しむために、逆に冬は皆さん動くんですよ、カスタムしたりとかも。なので、意外とですね、おかげさまで冬はですね、いっぱいお仕事をいただきまして、なので車両の方も地元のお客様もお乗り換えもそうですし、県外のお客様も YouTube を見ていただいてですね、ご契約いただいたお客様もそうですし、たくさんですね、ご契約もいただきました。はい。で、2月に突入した時点ですね、まあ、半分くらいの方は4月以降乗り出しでいいよっていうふうに言っていただいてるんですけども、ご契約は冬のうちにして納車は春以降でいいよっていうふうに言っていただいてるんですけども、2月に突入した時点ですね、ご納車待ちのお客様がですね、なんと35名を超えてきましてですね、いやもう本当に嬉しいことなんですけども、嬉しい反面めちゃくちゃ怖かったですよね。これちょっとこのペースで春まで行ったらちょっと春大変なことになるなと思って、これはちょっとですね思いっきりさらにアクセルを踏んでですね、どんどん登録と整備をしていかなきゃ間に合わないっていうことで、チーム一丸となってもうどん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 頑張らせていただいて、バンバンご納車をさせていただいてたんですけども、で2月の末とか、まあ、先々週くらいかと、先週と、まあ、今週もそうですけど、今日も2台ご納車がありまして、で明日も1台ご納車があるんですけれども、まあ、そんな感じですね、ここ 1,2 週間くらいの間で大体もう20台くらいご納車をドドドドドってこうさせていただいて、まあ、その間にもですねおかげさまでご契約等々をいただいておりますので、現在ご納車待ちが22名いらっしゃいますということで、でやっぱりですねこう春に乗り出しでいいよって言っていただいてたお客様もやっぱりこの天気じゃないですか、雪がないので、ごめんなさい春って言ってたけども3月中になんとかできないかというふうにですねこう言っていただいて、まあ、もちろんですねそのつもりもしてましたので、頑張らせていただくというような感じですね、最近は登録業務とご納車整備をですねガンガンさせていただいているというようなところでございます。ただですねやっぱり困るのがパーツメーカー、カスタムのご依頼のお客様ですね、パーツの納期がかかるとか、最近カーボンフェンダーとかですね、もう2ヶ月待ち、3ヶ月待ちとかですね、あったりとか、それによってこうスケジュールがどんどん変わっていったりとかして、ちょっと大変なところもあるんですけれども、まあそんな感じでですね、こうなるべく一日でも早くお客様にこの納車できるように、うちはですね、メンバー全員で頑張っていきたいと思っております。はい、それでですね、ご納車式の方も当店に非常にこうお客様に喜んでいただいておりまして、基本的にはご来店でのご納車をお伝えしておりますので、ご来店いただいて、
しっかりこう、まあ、これもですね、今日いよいよ発送となるバイクのお客様のボードなんですけども、このボードとですね、バイクにリボンをつけて写真を撮らせていただいて、でそれを現像してお客様へお手紙と一緒にお渡しさせてもらって、であと来ていただいたらですね、この写説明の時にシャンパンを、ノンアルコールですけどもシャンパンを出させてもらって、で記念撮影をする、でご納車をお見送りするというようなご納車式をさせていただいているんですけれども、遠方のお客様でもあってもですね、しっかりと手を抜かないでですね、一夜一夜愛を込めて送り出しておりますので、はい、リフトにリボンをつけてですね、ポーズ中に写真を撮って、お客様にお手紙と一緒に送るというような感じで、あとは配送で、ご納車に行ったお客様にですね、ご納車用のこういうボードがありますので、写真を撮らせていただくというような感じで、非常に喜んでいらっしゃっております。はい、でですね、今日お伝えしたいのが、春、バイクを乗り出すっていう方にですね、結構お問い合わせが多いんですよ。電話とかメールとかですね、春乗り出すんだけどどうしたらいいかとか、バッテリー上がってエンジンかかんないとか、結構声がいっぱいあるので、今日はですね、春バイクを乗り出す前にやっておくべきことみたいな感じですね、お伝えしていきたいと思っております。で、やっぱり春バイクを乗り出すときに、キャブレーター車両とインジェクション車両っていうのはですね、大きく違いますので、今日はですね、今回はインジェクション車両の春バイクに乗り出し、冬乗らなかった方向けにですよ、はい、春乗り出しに向けての準備しておきたいことをですね、バイク屋としてお伝えしていきたいなと思っております。はい、まずはですね、インジェクション車両なので、冬の間エンジンかかってなかったお客様はですね、まずバッテリーを外して、バッテリーを充電してほしいんですよ。外すときはマイナスから外してプラスを外すというような感じで外してもらって、バッテリー単体うちに持ってきていただければ充電できますの でバッテリーをまず充電しっかりとすると、ここが非常に大事です。インジェクション車両は電気を通して制御しているので、バッテリーをまず満タンの状態にして最初エンジンをかけないとダメと。バッテリーが弱っているとですね、キキキキキってこう中途半端に電気が流れちゃうと、それでエラーが起こったりとか不具合が出たりとかいろいろありますので、まずはバッテリーをですね、一番元気な状態で設置をすると。でその後にガソリンタンクを一回開けてガソリンチェックしてほしいんですよ。っていうのも結構ザラにあるものですね。満タンで冬保管しておいてください。まあ僕動画をお伝えしたと思うんですけども、満タンで保管してたのに春タンク開けるとですね、空みたいな、まあ空とまでは言わないですけども、減ってる場合がほとんどなんですよ。はい、自然に気化してこうガソリン減っていきますので、でガソリンがちゃんと入ってるかどうかまずチェックをするというところをまずチェックしてほしい。で減ってたらちゃんと足すというようなところと、あとはですね、そのガソリン自体もガソリンって劣化するんですよ、使わないと。はい、なので例えば去年秋冬全く乗らなかったなって言ってそのまま保管したお客さんって、ガソリンのタンクの中のガソリンが例えば春に入れたものだとすると約1年間経ってるわけですよ、そのガソリンって。タンクの中にあってもう完全にですね、ガソリン自体が劣化してますし、ガソリンって劣化するとですね、燃えにくくなるので、本当にですね、内燃機関バイクはエンジンなので、それでこうしっかりしないといけないので、ガソリンがまず劣化してないか、匂いとか嗅ぐと、ガソリンスタンドさんでの匂いは、あれフレッシュな匂いですけども、本当に劣化して腐ってるガソリンってですね、ものすごい匂いするんですよ。でそこもちょっと匂いチェックしてもらってですね、あとは本当に冷えるとドロドロしてたり変色してたりするんですけども、ガソリンがちゃんといい状態であるかを確認していただくと。でそしたらですね、まず初めて1回キーオンにしてエンジンをかけると。でかかればいいんですけども、しばらくかかってなかった状態でキューボーってかかると思うんですよ、インジェクション車両だと。でかかったら OKOK バチッてすぐ切っちゃうとこれまずいんですね。もう1回かけたらしばらくですね、水温が上がるまでかけた状態にしてほしいんですよ。はい、でアイドリングだけじゃなくてちょっと軽くですね、5000回転くらいまでたまにブンブンって回したりとかして、でしばらく温まるまでそのままにしてほしいんですよね。で完全に温まるので、なんでかっていうと中途半端に温まってしまってエンジン切っちゃうと、エンジンの中でちょっと温かくなってこう水蒸気が出てですね、でそこが水となってポタポタポタって垂れてきて、でエンジンオイルと混ざるんですよ。でエンジンオイルと混ざるとですね、どういう風になるかっていうと、コーヒー牛乳みたいなエンジンオイルになるんですよ。ドレンボールとか出すと。で、サバサバしてるんですね。はい。エンジンオイルっていうのはやっぱりネバネバしてて、金属同士の擦り合わせを保護するためにこう、オイルってあるので、それがですね、粘度が下がってしまって、サバサバしちゃうと、もう金属同士はもう完全に傷つけ合っちゃうというふうになりますので、なので結構、地元のお客様でスクーター原付って乗られているおじいちゃんおばあちゃんの方はですね、金属、
あの自宅から近所のスーパーまで本当に 1,2 分のところにエンジンかけてブーンって言ってついて切ってで買い物してでまた終わると家に帰るでエンジンを切るっていう風にするこの乗り方がですね一番バイクでダメなんですよ。中途半端に温まっちゃってあと冷めて水となってでそういう方のですねあのエンジンオイル抜くともうコーヒー牛乳みたいなのが出てくるとこれがですね非常にまずい状況なのであのかけたらしばらく温めるというところが大事です。はい。でまあここまではこう準備段階なんですけども実際じゃ走り出すにあたってですねやってほしいのがまずですねタイヤの空気圧をチェックしてほしいんですよ。絶対減ってますからタイヤの空気圧。はい。なぜかというとホイールとタイヤの密閉ってですねあの完全ではないのでちょっとずつこう抜けていくんですよ。なので1ヶ月に1回チェックしてくださいねっては言ってるんですけども冬乗らないとしばらくかかるじゃないですか。はい。なので絶対空気圧減ってますのでしっかりとこう空気を指定の空気圧まで入れていただくとでそこから初めて乗ってください。じゃないですね、はやぶさクラスになるとちょっと空気圧下がっただけですね。もうフロントタイヤなんか空気圧 2.9 してないですけど 2.5 とかでも本当にハンドル重たく感じるしバイク動かすのもすっごい重く感じるんですよ。はい。なので本当にまずタイヤの空気圧をチェックしていただくと、はい、っていうようなところでございます。はい。であとはですね、まあ、これできればでいいんですけどもレーシングサンドとかでタイヤ前後浮かせられる方はですねあのキッチンペーパーじゃないですか、まあ、何でもいいんですけどキッチンペーパーにパーツクリーナーシューってやってでこうタイヤの表面はですねこうタイヤ回しながらちょっとずつこうパーツクリーナーをついた上で表面拭き上げてほしいんですよ。あのタイヤの中に入っている油分がですね冬の間にこう表面に出てきてあのちょっとこう分かるかなあの倉庫とか1年くらい置いておくとタイヤの表面がちょっと油っぽくなってるんですよね。なのでそれがですね結局走り出した時にステンって転ぶ原因にもなるので表面をちょっとパーツ系やつってウエストとかに拭いてあげてでそこから走り出した方がいいと思います。はい。あとは何だろうとりあえずインジェクション車両はガソリンバッテリーの電圧あとは空気圧さえしっかり見ればですねまず問題ないと思います。はい。あとは冬の間にですねやっぱり乗れなくてでもバイク好きだからというので結構ガレージとかであのチェーンピカピカに磨き上げたりちょっとカスタムしたりとかっていう方いらっしゃると思うんですけどもまああの一応ですねやったところをもう一度再確認してほしいですね。緩んでないかとかビス付け忘れてないかとかしっかりあの取り付けできているかとか もう一度チェックしてもらってからまず乗り出すとっていうようなところを気をつけていただいて春またスムーズにですね楽しいシーズンインを迎えられるように乗っていただければなと思っております。はい。ではですね今日も一日この差お待たせしているお客様ですね一日も早くお届けできるようにスタッフ全員で頑張ってまいりますので今日も一日よろしくお願いします。